どうも、ギタリストの島田友人です。さあ、今日はですね、今まで皆さん結構教則本、ギターのね、教則本をたくさん買われてきてる方もいるんじゃないかと思うんですけれども、全部最初から最後まで読み通してちゃんとやったっていう人って、あんまいないと思うんです。で、僕も実を言うと、こう今までこう、まあ、レッスンでも使うのでどんな風に皆さん書いてるのかなとかそういうこともあっていろんな本をもう多分ね50冊とかじゃない100冊近く買ったんですよね。で実際に本当に役に立ったもの、今回、紹介をしていきたいと思います。で、じゃあまあどこがこう役に立ってここは役に立たないよとかそういうのもちょっとねお話ができればと思うので、ちょっとどういう教則文を買えばいいのか迷っている方ね、ぜひぜひ参考にしてもらえたらなと思います。さあそれでは行きたいと思います。まず一つ目なんですけれども、これすごいねおすすめなのがあってこちらになります。ギタリストのための全知識、養父隆さんっていう方が書いてる本なんですけども、これねすごい面白くてこうあ、なるほどな、みたいなのがね、たくさん書いてあります。そして、理論的なことを学びたい方は、ちょっと今ね、手元にないんですけれども、本当にいい本が一冊あって、同じ養父さんが出してるんですけれども、ギターで覚える音楽理論みたいな本だったかな。なんかそういう感じの本が一冊あるんですけれども、確かね、2005年ぐらいに出た本だったと思います。それめちゃくちゃ良くて、僕も結構生徒さんにレッスンでするときに、こう、理論的なものって、実を言うと、一からこう、順を追っていくって結構しんどいんですよね。僕は、こうやってて、わからないところを調べるっていうときに、理論書を昔使ってたんですよね。なので、おすすめなのは、まあ、言うなら、英語のこう、文法の本を何冊もなかなかできないと思うんですよ。ね。で、やっぱこう、例えば英語でね、英検とかをこう、真剣に取ろうとかだったら、文法とかもこう、ね、しっかり一からとかなるかもしれないですけど、ちょっと喋りたいっていう人は、やっぱりこう、口語から行くと思うんですよね。で、ギターも結構やっぱり、そっちと同じで、やっぱりフレーズとか、必要なところだけをこうやって覚えていくっていうのが、やっぱ一般だと思うんです。なので、こう、ちょっとわかんないところを辞書がてら読むみたいな感じでのおすすめは、先ほど言ったギターで覚える、なんか音楽理論みたいなのがこの養父さんが出してるんですけども、それはね、本当にね、こう、おすすめです。はい、まずは2冊ですね。じゃあ次にちょっと行きたいと思います。次はジャズをやりたい方にちょっとおすすめな本になってます。はい、ちょっと今ね何冊かこう手元に用意したんですけれども、まずジャズの音楽理論を、学びたい方っていうのはこれおすすめです。簡単入門ジャズギター理論、矢吹浩一さんが出してる本なんですけど、まあ、これ1冊でジャズの基本的なところは抑えられるんじゃないかなと思います。で、もう一冊、なんかもうちょっとなんかやりたいなっていう方は、随分古い本なんですけども、コンテンポラリージャズギター、今となってはコンテンポラリーなのかはわからないですけれども、それの一冊目のインプロビゼーション&アナリゼっていう本があるんですね。これはもう大先輩の塩崎育夫さんというね、ジャズギター界でももう大先輩で本当に偉大なギタリストの方なんですけども、その人が書いたこちらの本。これね、2冊目がなんかイントロとなんとかっていう本があったと思うんですけどもね、そっちはちょっとこう、フレーが多すぎて、フレー集っていうのかな、なんかそういうのが多すぎて、それよりはね、この1冊目の方がすごい参考になると思います。僕もね、これは結構自分でも読んだり、こう生徒さんにもおすすめして、こういう考え方の時はこの本、まあ要は先ほど言った辞書がてらみたいに使うのも本当にいいと思います。で、僕が19歳ぐらいかなぐらいの時に一番お世話になったのはこちらの本ですね。
ジャズギターの金字塔スタンダード編1、多分ね、1、2、3とかたくさん出てると思うんですけども、これ、ね、布川さんの、まあ僕も何度も布川さんにお会いしてお話もしてるんですけど、まあ、何がいいかっていうと、実際にこう布川さんが演奏したものも入っていて、すごい参考になるし、その演奏だけでも、それプラス説明がね、すごい分かりやすいんですよね。そう、なんかこういろんなこう、特にジャズの本って専門用語じゃないですけども、そういうのが多く書いてあったりすると、なんかもうそれだけでうわってこう全然分からないなってなっちゃうと思うんですよ、こう読んでてもね。でもこの野川さんの本はね、めちゃくちゃ親切に分かりやすく書いてるので、そこら辺もね本当におすすめです。はい。で、次にちょっと一瞬離れて、僕があんまりおすすめしない本についてもお話をしてみたいと思います。はい。ここからはかなりなぶっちゃけトークになるんですけれども、僕が思うにフレーズ集たくさん出てるんですけども、僕自身100個のフレーズとかそういうのをこう買って実際に自分の身についたものって多分1個もないです。1個あるかな、100個フレーズだったら1個ぐらいかな、多分ね全部もう見てもないと思うんですよね。そうで、フレーズ集とか結構ジャズの場合って、まあ、フレーズを覚えなきゃいけないということでこうみんな買ったりするんですけど、でそっちの方がこう簡単にこう覚えられるからね。でも正直、それで覚えられないです。まあ僕は覚えられなかったですね。なのでフレーズ集っていうのはあまりおすすめしない。そもそもちゃんと自分の好きなギタリストとかを見つけて、その人の弾き方とかこうタイミングとか、あとはこう、まあ、歌い回しとか全部こう取んないと、コピーしないとこうフレーズって入ってこないんですよ、そもそもが。なのでこうフレーズ集のこの書いてあるものだけこうコピーっていうのはね、やっぱねうまくいかないんじゃないかなと思いますね。まあなんかやっぱフィーリングが、ちゃんとしたフィーリングがつかないと思います。なので僕的にはフレーズ集っていうのは、まあ、おすすめ度5点が満点だとしたら1点ですね。で、あとはもう1個はこれ言ってしまうとあれなんですけども、最近は無給堂とかね、こうなんかこうひたすら弾くみたいなあるんですけど、あのひたすら弾くはやっぱりある程度知識がある人がやるとすごい効果があるなと思うんですけど、やっぱね知識がない人がひたすらやってもなぞるだけになっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。あとはどこに意識しながらその練習をすればいいかっていうところにフォーカスがちゃんとないと、なかなかねちゃんと入んないんじゃないかなと思うんですよね。だからああいう本をもしやるときも、もしやるちゃんとやるんであれば、こうどこに、要はこう結構ね1625のフレーズがいっぱい書いてあったときに、今 Cm7 A7Dm G7 を弾いてるっていうのをいつもこう頭の中でこう意識したり、トゥ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 みたいな感じでなんか頭の中でそのこう度数みたいなのが鳴ってるとか、なんかねそういうのがこう分かってないと、なんていうんですかね、あんまり効果はないんじゃないかなと思います。確かにあれだけのやつを全部やればうまくはなると思うんですけど、でもそもそもどこに意識がない人がたくさんそれをやってもあんまり効果はねないんじゃないかなと思いますね。なので逆に言うと、フレーズを覚えたいっていう時のおすすめの本を1個紹介したいと思います。はい。それはですねこういう本です。これはスーパーギタリストウエス・モンゴメリーのこのフレー集なんですけども、こういうのがね一番いいと思う。こういうので自分が好きなアーティストのこのフレー集が出てたら、それを自分なりにまずコピーして、耳でうまく聞き取れなかった部分とかをこれでチェックするとか、
僕は結構昔そういう使い方をしてました。このウェス・モンゴメリーだったらやっぱりエアジンって曲とかすごい有名なんですけど、そのエアジンを自分なりにまずねコピーしてみるんですね。で自分なりにコピーしてみて、あれこれなんて弾いてるんだろうってなかなか分かんない時やっぱあるんですよ。でそういう時にもう分からないと、じゃあちょっとこれ買ってみようみたいな感じでこれを買うと、これを買うとね大体こう、あここがやっぱりこういう弾き方だったんだなっていう時にすごいね理解度が上がるんです。なので基本的にやっぱりコピーっていうのは頑張って耳コピーをするのがすごく大事です。で耳コピーがやっぱり最初はなかなかできないっていう方もいると思うんですけど、それはただ単に耳コピーを今までしてきてなかっただけなんですよ。なので本当に簡単なフレーズっていうものをまずは自分で取れるようにして、それを10個でも20個でもすれば絶対取れるようになります。でも今は多分こうフレーズとか取り方わかんないとか、こう耳コピーできないって人っていうのはそもそも耳コピーをそんなにしてない、ただそれだけだと思うので、ぜひね本当にこうジャズを勉強するよってなった時に一番大事なのは耳で聞いて理解する、そして今どういうコード進行の流れで自分はどのフレーズを弾くっていうのをしっかり理解してないと、結局こうペンタトニックだけで弾くような演奏とかになりがちになってしまうので、いつも自分の耳を鍛えるっていうことをこうトレーニングの内容、練習の内容に入れるためにも耳コピーは必須です。なのでこういうのね本当おすすめ。はい、ということでですね、もう一個最後に、これは僕はねちょっと高度なんですけどすごいいい本だなと思ったのを最後に紹介したいと思います。はい、それがですね、こちらになります。成功する音楽家の新習慣、これはねジェラルド・クリックスタインさんという方が、書いた本なんですけれども、こう音楽をちょっとなんて言うんだろう、もうこう練習もこう体のトレーニングとかもこうそういうのももっともっと深く知りたいっていう方にはもうねこれしかないんじゃないかと思ってます。これは本当に僕自身めちゃくちゃ勉強になって、あなるほどなと、こういうふうにこう、まあ、僕自身も分かんなかったこともたくさんあったし気づいたこともたくさんあったし、何よりこう生徒さんに教えるとき、これからこうレッスンとかもね教えるっていうのをこう目標にしてる、ギタープレイの方も多いと思うんですけど、そういう人にもねめちゃくちゃおすすめです。はい、最後にですね成功する音楽家の新習慣、こちらの方、紹介しました。めちゃくちゃおすすめです。はい、ということでですね今日は、こうレッスンとかではなくてね、ちょっと僕が本当におすすめの教材についてちょっとお話をしたんですけども、もちろん他にもたくさんいい教材っていうのはあると思うんですけど、まずすごく大事なのはこう難しいものをたくさん買うよりかもまずは見て簡単に分かるっていうものを買って、でそういう本は逆に言うと1冊2冊でいいと思うんだ。たくさん同じようなレベルの本をたくさん買ってもそれ以上のスキルアップになかなかならないんですよ。だいたい似てるようなことをこう言い回しが違うだけだったりするので、なので僕のおすすめは分かりやすくて簡単に書いてる本を1冊2冊買う、そしてそれが分かってきたら次は少し、まあ、そこまでの知識を もう持ってますからもうちょっと深く踏み入れたいなって時にはちょっと専門的なものを買うとかしていくと、こう無駄なく、本もやっぱり高いですからね、こう無駄なくいい本に出会えるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですね僕のおすすめの、教材についてちょっとお話をしましたけれども、こういうのねちょっと楽しかったなって方はぜひぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。